受難曲は、新約聖書のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの四つの福音書に基づくイエス・キリストの受難を描いた音楽作品を言う。受難曲は、キリスト教の聖集館における典礼と密接に結びつき、中世以来の長い伝統を有しており、17世紀から18世紀には、ルター派遣内で合唱や還元楽を伴うオラトリオ受難曲が数多く作曲された。 現代においても演奏会または天礼用の受難曲が新たに創作されている。キリスト教では聖週館の天礼においてイエスの受難を追悼するためかなり早い時期から受難物語の朗賞が行われていた。今日に残る最も古い記録はスペインの修道女エゲリアが381年から384年にエルサレムを巡礼した際、 当地で行われた礼拝に関するものである。10世紀以降のローマカトリック教会では、枝の手術、聖火曜日、聖水曜日、聖金曜日の典礼において、それぞれまたい、マルコ、ルカ、ヨハネ福音書に基づく受難物語が指定され、女性がその朗唱を担当した。朗賞は、朗賞音と呼ばれる一定の音を繰り返す朗賞定式に従って行われ、その調子、 速度、音量等は表示文字やネウ馬によって寄付された。受難曲の老唱の正確な音程が記された最古の資料はパリ国立図書館が所蔵する12世紀のコルビ写本に収録されているものである。13世紀に入ると、クレルボーのベルナルドスによる受難物語の神秘主義的解釈の浸透やドミニコ会フランチェスコ会等の活動に見られる。 宗教的情熱の高用を受けて、受難の追体験としてのコンパス使用の意義が重視されるのと合わせて、受難曲の老少に一段と演劇的な手法が取り入れられるようになる。その一つが、複数の聖職者が役柄を分けて歌い交わすもので、確実な記録として残る最古の作品は、1254年のドミニコ界のグロスボンに記されたものである。 14世紀から15世紀には、受難局の老少における登場人物の分担が一般的となり、福音詩屋は重要な音符を保持しながら助祭が歌い、イエスの言葉は、司祭が低い声で早朝に歌い、その他の登場人物は副助祭が高い声で歌うようになる。さらに、ブローツワフ大学図書館に所蔵される1348年に書かれた写本では、トゥルバに。 複数の人物による聖書が採用されており、こうした受難曲における演劇的な効果の追求は、教会の礼拝の外で演技を伴って上演される、ことで、中世天礼劇の母体となって、民間に広く浸透していく。15世紀には、音楽史におけるルネサンスの到来とともに、受難曲にも大位法が導入され、多生化がなされるようになる。ルネサンス期における、 多性受南曲は一般に王将受南曲と通作受南曲とに分類される。王将受南曲とは、福音視野による語りの部分は単線律で朗唱され、その他の部分が大位法で作曲されたものを言う。現存する最古の王将受南曲は、大英図書館が所蔵する1430年から1444年に、編纂された写本の中のルカ南であり、 導入句、トゥルバとココの登場人物の言葉が三世のディスカント様式によって作曲されている。その他、15世紀に作曲された王将受難曲としては、イートン・クワイア・ブックに収録されたリチャード・デイビーのマタイ受難曲や、モデナのエステア図書館が所蔵する1470年から1480年頃の写本に収録された作者不詳の2曲の受難曲等がある。 後者の作曲者としては、ヨハネス・マルティーに、ジルジ・バンショワ等が推定されている。一方、通作受難曲とは、福音視野による語りを含む、楽曲全体を通して、大位法で作曲されたものを言い、一つの福音書に基づく作品のほか、四つの福音書を編集し、十字架上のイエスの言葉をすべて含むように構成された、総合受難曲がある。 現存する最古の通作受難曲は、アントワールド・ロングバルのマタイ受難曲である。この作品は、マタイ福音書に加えて、3つの福音書からの受難物語が随時引用され、テノールに置かれた、低旋律に共和音を重ねた、イタリア風のファルソボルドーネ様式で作曲されており、トゥルバの部分は4世、個々の登場人物の言葉は2から4世となっている。 大法に基づく多性受難曲は16世紀のイタリアで数多く作曲された。その大半は王将受難曲であり、フランチェスコ・コルテッチャの2曲の受難曲では導入区トゥルバと最後の福音のみが多声で作曲されているのに、対してジャケット・ドマントバのヨハネ受難曲等では個々の登場人物の言葉も多声で作曲されるようになり、ガスパロ・アルベルティの マタイ受難曲では、これらに加えて、イエスの言葉も、多声で作曲され、当時のマドリガーレを思わせる劇的な表現が、用いられている。一方、イタリアにおける通作受難曲の作例は少ないが、ジョバンニアン・ナスコの、マタイ受難曲や、チプリアーノ・デローレの、ヨハネ受難曲が知られている。カトリック圏内のドイツでは、 オルランデス・ラッススが1575年から1582年にかけてバイエルンの宮廷礼拝堂のために作曲した4曲の王将受難曲のほか、プラハで活躍したヤコブス・ガルスの3曲の通作受難曲や、ヤコブ・ルニャールのマタイ受難曲等がある。ラッススの作品は、 他声のモテット様式にイタリア風のファルソボルドーネを結びつけ、個々の登場人物の言葉は2世のビチニウム、または3世のトリチニウムとして作曲されており、その後の樹南曲の作曲に強い影響を与えている。スペインにおける16世紀の代表的な樹南曲としては、トマス・ルイス・デ・ビクトリアの2曲の作品や、フランシスコ・ゲレーロの5曲の作品等がある。 これらの受難曲は全て王将受難曲であるが、激しく泣いた、悲しみが溢れといった、福音詩やの特定の言葉も、多声で作曲され、感情の高揚が音楽的に強調されるのは、スペインの受難曲に固有の特徴である。これに対して、宗教改革の影響が強かった16世紀のフランス、イギリスでは、受難曲はほとんど作曲されていない。 わずかに残る作品としては、パリの出版業者、ピエール・アテニアンが1534年に出版した、受難曲集に収録されたクローダンド・セルミジの、マタイ受難曲等がある。1545年から1563年に、開催されたトレント公会議の結果、カトリック圏内では、技巧的な教会音楽の演奏が抑制され、 受難曲の新たな創作が見られなくなるのに対して、礼拝における音楽の演奏に寛容であった。ルター派圏内では、16世紀から17世紀にかけて、集中的に受難曲が作曲された。ルター派における伝統的受難曲の基範となった作品は、ヨハン・バルターが作曲した、マタイ受難曲である。バルターは、ルターが翻訳したドイツ語聖書に合わせて、 老少定式を改変し、合唱によるトゥルバの部分と組み合わせた。ルター派における王将受難曲は、その後、アントニオスカンデッロのヨハネ受難曲を通して、イエスの言葉も多声で作曲されるようになり、福音視野による語りを除き、様々な多声化が試みられる。一方、イタリアとは異なり、通作受難曲が数多く作曲されたことも、ルター派圏内における、 受難曲の特徴である。ビッテンベルクの出版業者、ゲオル・クラウが1538年に誤って、ヤーコプ・オブレヒトの作品として出版したロングバルの受難曲は、ルター派遣内でヒロクルフ氏、ルードヴィヒダーザー、レオン・ハルト・レヒナー、ヨハン・クリストフ・デ・マンツィウスのヨハネ受難曲等に受け継がれる。それらの中には、 ルターの友人であるヨハン・ブーゲンハーゲンが1526年に作詞した4人の福音師屋による我らの主、イエス・キリストの受難と復活の物語に基づく総合受難曲も少なからず存在する。17世紀におけるプロテスタント受難曲の最高傑作はハインリヒシッツが1663年から1666年に作曲した3曲の受難曲である。 シュッツの作品は、伝統的な王将受難曲によりながら、極めて表情豊かな独自の老笑音が用いられており、合唱においてもファルソボルドーネ様式が放棄され、劇的な表現を通して、言葉と音楽との一致が実現されている。17世紀後半のドイツでは、これまで無伴奏であった受難曲に器学を導入し、自由曲を加える方向で、受難曲の発展が見られる。 福音書による受難物語は、制作的な挿入部分によって中断され、関連するセ句クやコラール等が用いられるとともに、通奏低音が採用され、イタリア風のレチタティーボやコンチェルターと様式によって楽曲が構成されるようになる。このようなタイプの受難曲をオラトリオ受難曲といい。 最初期の作品としては、ハンブルクで活躍したトーマス・ゼレが1636年から1641年に作曲した2曲の受難曲が挙げられる。オラトリオ受難曲は、マルティン・コレールス、ヨハン・ゼバスティアーニ、ヨハン・タイレ、ヨハン・バレンティン・メーダー等、主に北ドイツの音楽家によって作曲された。コレールスのマタイ受難曲では、複数のシンフォニア、 関連する聖句による、聖楽コンチェルトやモテット、コラールが挿入されるのに対して、タイでのマタイ樹南局では、器楽によるシンフォニアのほか、4曲のアリアが加えられており、樹南説において、器楽を用いない慣習のある地域では、アリアをコラールに変え、聖句を既存の老称定式で歌うことで、無伴奏による演奏も可能とされている。オラトリオ樹南局は、 福音書の聖句に基づく点で、礼拝の一部としての機能を保持していたが、18世紀に入ると、マドリガーレ風の自由史が付加され、ダカーポ、アリアや還元学を伴う大規模な合唱が組み込まれることで、オペラ的性格が強まるようになる。 18世紀における代表的なオラトリオ受難曲には、ラインハルト・カイザーの2曲の作品や、ゲオルク・フィリップ・テレマンの46曲の作品等があり、ヨハン・ゼバスティアン・バッハの2曲の受難曲は、こうしたオラトリオ受難曲の頂点に立つものとして位置づけられる。18世紀には、受難物語を新たに試作し、当政風の音楽を付した受難オラトリオが流行し、 世紀の半ばを過ぎると、福音書に基づく受難曲の作曲は少なくなる。多感主義や疾風怒涛運動の影響が認められる、カール・ハイン・リッヒ・グラウンや、ヨハン・ハイン・リヒロレの鑑賞的な作品は、こうした18世紀における受難オラトリオの典型とされる。これに対して、カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ、 ゴットフリート・アウグスト・ホミリウス等によって、福音書に基づく受難曲も作曲され続けたが、オラトリオの要素が大幅に導入されたり、パロディア・パスティッチョによる等、多様な構成が取られている。一方、カトリック圏内のウィーンでも、すでに17世紀以来、セポルクロと呼ばれる演技を伴う一種の受難オラトリオが、宮廷礼拝堂で上演されていたが、 18世紀にはオペラの台本作家として人気を集めたピエトロ・メタスタージオのイエス・キリストの受難が多くの音楽家によってオラトリオとして作曲されている。19世紀に入ってからもルートビヒ・バン・ベートーベンのオリーブ山上のキリストとイエスの受難を主題とする音楽作品の多くは演奏会用のオラトリオであった。しかしながら19世紀後半には 教会音楽の改革を目的とした、チェチリア運動を契機として、歴史的教会音楽に対する関心が高まり、ハインリヒ・ホン・ヘルツ・オーゲンベルク、ロレンツ・ォ・ペロージ等によって、天礼用の受南曲が、再び作曲されるようになる。現代音楽においても、宗教音楽劇としての構成が注目され、クシシュトフ、ペンデレツキ、アルボペルト等、多くの音楽家によって、 様々な形態の受難曲が作曲されている。ありがとうございます。